広島高速道路広島高速4号線広島西大橋西側か線時期より大きくカープを描く広島西大橋は広島県広島市の大田川に架か,かる道路橋広島高速4号線の自動車専用橋梁である2001年前検証道路部門受賞2001年10月2日開通市内中心部から中広出入り口へ入り 広島西を大橋、西風トンネルを抜けると、西風新都にたどり着く。上流に山手橋、下流に広島県道265号ともなえ、広島線筋の恋橋がある。広島旧市内地では初めてかけられたシャバリ橋。自家橋ではなく、大きな R を描いている。水面を飛ぶ水鳥をイメージし、小ぶりの首頭に2段の一面吊りケーブルを用いた。 連続シャバリ橋を採用、西側の山手町側の山肌に、ハエ・オータ川放水路中流域にアクセントをつけた。設計の考え方は、シャバリ橋というよりエクストラドーズド橋に近い。戦前はこの橋付近に山手橋があり、西大橋という名の橋が別の場所に存在した。1945年米軍作成の広島市地図、西大橋が確認できる。広島には戦前、 西大橋という名の鉄筋コンクリート桁橋が存在した。ただ現在の広島西大橋の位置ではなく、現在朝日橋の北東方向に位置する関温本町あたりにあり、山手川と福島川が作る中須から東に向けてかかっていた。なお、1880年に作られた地図、府県新設区の図広島には存在しておらず1927年作成の地図、 広島都市計画地域指定産構図には存在していること、さらに西詰めに存在した市営と築城は1913年完成したことから少なくとも大正期には西大橋は存在していた可能性が高い。1945年8月6日、原爆被災。爆心地から約 2km のところに位置した。多少の損傷はあったが渡るには支障はなかったため、 多くの避難者が、市内からここと旭日橋を渡り西の濃に向けて逃げていった。同年9月の枕崎台風で、橋中央が陥没したことによりだんだん壊れていき、最終的には西詰め部分だけが残った。戦後、大田川放水路改修に伴い、西大橋付近は埋め立てられている。ありがとうございます。